はい、速稼塾の久保です。今日は10月14日4時17分の相場解説をお届けします。これ見てる頃はねもう6時とか7時になってると思いますので2時間のタイムラグがあります。まあ私のね主戦場は1時間足なんで1時間塾が2本増えてるだけかなと思うんですが、まあね昨日の反省からちょっと始めていこうかと思いますね。じゃあちょっと繰り返しますけども画面切り替えます。どうぞ。これ見てください。これがねデイリーですね。デイリーはもう毎回同じことを繰り返しますよ。ずっとねこうやっておさらいするんですよ。こういうふうに右肩下がりですよと、こういうふうなのがあったりこういうふうなのがあったりしてどんどん右肩下がりになってるよねってことですよね。でここで大きく V の字を書いてこのような形でね、まあギザギザしながらやっぱり下の方に向かっていくっていうことですね。この大きな流れが分かっていればデイリーの方はよろしいかと思います。では次は4時間に移りますね。4時間なんですがこの大きく V の字を書いた後ここにね、絡んでいったんですよね。で下がるかなと思ったら上の方に弾みをつけて上に行ったと。でこのまま上に行くのかと思ったら下の方にねまた変わっていった。ぐにゃ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 してますね。でここを突き破ってどういくのかなっていうところだったんですけども、ここで私は1時間足の方にまあ注目するわけですよ。あ、ちなみに4時間足売りですからね。これが1時間です。1時間で昨日私が申し上げたのはガーンと下がった後窓を埋めるような形で N を何回も書きながらここですね、次の N を作るところだったんで、ここで私の場合は根っこでエントリーしました。ね、そうすると、これが N を変えてずーっと大きく下の方に行って、ネックラインも超えて儲かるかなと思ったんですよ。中級者の方は、この辺のリスクが取れたと思いますので、ここからエントリーすることをお勧めしました。初心者の方はこちらですよね。抜けたのを確認してエントリーしましょうということを申し上げてました。だから初心者の方は、多分エントリーできていなかったと思うんですよ。ね、エントリーできてなかったでしょ？ここまで来てませんから。だからリスクがないんですよ。うん。リスク一番少なく、エントリーした時のもうね、要するに上級者の方がから見ると初級者の方がエントリーした時ってすでにねこの幅だけもう利益がほぼ確定してるんですよ。含み益が取れてるんですよ。だから初心者の方と上級者の方で利益に差ができるんですよね。ここが今回大事なところですね。で次こうなるはずだったんですけどもはなると思ったのに実はねそうならずにダブルボトムを作ってですねひげを出してこっちの方に跳ねていったんですよね。まあ、ですので私は昨日はロスカットを食らいました。ロスカットラインはこちらでございました。ここでロスカットを食らいましたね。でもいいんですよ。そうなる時のために、ダブルボトムの出た時のために、ここにロスカットライン、ね、ネックラインを超えたあたりに引いてたわけですから。エントリーしたところがネックライン。まあ、途中まではね、ずっと値が下がっていったんで含み益だったんですけども、まあ、利確するわけがないですよ、こんなところで。ここを抜けるまで利確しないわけですから。で、こういうふうに戻っていっちゃったんですよね。で、残念ながら、含み益をミスミスなり過ごして、ロスカットになっていってしまったということで、昨日は、まあ、結果的には、金銭的に敗北なんですけども、でもまあ、自分のね、ロスカットラインで、思った通り、ロスカットを受けたということで、まあ、考えられないストーリーではなかったかなと思いますね。負け惜しみでも何でもなくね、全然これは前向きなロスカットだと思います。必要経費ですね。で、ゾーンがぐーっとね、伸びていたよっていうところで、お話したと思うんですけども、要するにここで今度はね、2点天井も形成されてるんですよ。まあ、ですんで、こちらは、やっぱりもう一回私は売りにかけてもいいかと思うんですよね。ネックラインはどこだかわかります？ここですよ。このネックラインを超えたあたりから私は入ります。エントリーポイントは、ですから、こちらですね。金額にしてどうですかね。いくらぐらいがエントリーポイントなのかな。105円の440ですかね。105円の440でそこを超えたのを確認して、もう一回売りで入ってみようかなと思います。というのがね、これはね、やっぱり、あ、丸になっちゃった。大きな流れなんですよ、下に向かう。で、ポイントは、ここをね、この強いところを超えてくれれば、本当に大きな
理覚ができるんだろうなってことですよね。ということでダブルボトムとここが符合するわけですよ。つまりこういうところにもゾーンが隠れていたと言ってもいいですよね、よろしいですかね。ちなみにね、この形に対してヘッド&ショルダーをね感じてくれる人もいるんですよ、敏感な方は。あ、しかしこれはヘッド&ショルダーにはなりません。なぜならここがね安値圏だからなんですよね。ちょっと安値圏であることを見ましょうか。これが今のリアルタイムチャートですけども、安値圏であるってことはこれでもよくわかりませんよね。でもどこでわかるかっていうとこれですね。もう安値圏ですよ。これ下の方に下がってきて、とてもデイリーとかウィークリーでは高値圏とは呼べませんよね、まあ、ですのでヘッド&ショルダーは今回は当たらないというふうに解釈します。はい、いかがだったでしょうか。結局今日もね、昨日の失敗をもう一回噛み破るためにもう一回売りでエントリーすると思いますね。通常ね、昨日売りで失敗してロスカット食らったら今日は売りって選択できないんですよ。ここが大きな分かれ目です。なぜなら1回で売りが突破できなくても2回目の売りっていうのはこのゾーンをね突破しやすくなってるんですよね。だからそこにかける。ただ3回も4回もいっちゃダメですよ。相当硬いゾーンってこともありますから、私の感覚では1回跳ね返った、でも全体的な流れが今週足も売り、デイリーも売り、4時間も売りなわけですから、もちろん1時間も売りですから、これ売りに何回かかけないともったいないんですよね、このまま売りで蹴破ってくれると思います。ただ稀に売りじゃなくて1時間だけなぜか買いが継続するってこともあります。それはひいては4時間を売りから買いに継続させて、そしてデイリーを買いにするぐらいの潜在力を持ってるんですよね。そういうことでね、絶対こうってのはありませんから、私が相場解説してそうならないのは当たり前ですからね。4割は負けるって言ってるでしょ。で6割は勝つんですよ。実際は7対3とか2対8だと思うんですよ、私の。でも感覚としては未だにね、4割ぐらい負けるつもりで6割の勝ちを取りに行ってますから、昨日のロスカットっていうのも今日の勝利のための十分な必要経費だと思います。だから今日ね、あの売りを突き破ってくれたら昨日のロスカット分なんて考えられないぐらい、もう問題にならないぐらい取り戻してくれると思います。これが今まで私のやってきた戦術です。さあそれではね、そういった戦術を成り立たせるためにも FX の基礎講座の方、ご参加の方はどうぞご利用くださいませ。でね、まだあの FX の基礎講座受けたい方は5日遅れになりますけども、参加もできますからね。参加したら一番最初に参加した方から比べて5日遅れでカリキュラムが1日ごとに送られてきます。ですので学ぶのに全く不都合はありません。試験もちゃんと受けれますんでね、まあ今からでもトライできるよっていうお知らせでございました。それではまた頑張りましょう。